はい、皆さん毎度毎度、はい、宿毛矯正のアイロンのかけ方ね、たまにはゆっくり解説、ゆっくり解説なんかできないよね。まずね、斜めスライスがね、楽だよということね。とりあえず邪魔な毛ね、はい、この辺の邪魔な毛はちょっと片付けていきましょう。髪の毛多いね、これね、まあ、こういう方やるけど大変だよね。邪魔な毛を片付けておくね。結構ね、この最初のブロッキングが大事だからね。で、髪の毛が多いとね、ドサッと落ちてくるからね。で、斜めスライスした時のこの幅ね、これがアイロンの幅とおおよそ合ってないとね、あんまり狭くするとなんか損した気になるからね。これ一回一回やった時ね、これしかできないのみたいなね。まあ、斜めスライスした時のまあこのぐらい、まあ、このぐらいが適切かな。で、とりあえずちょっと髪の毛からやりづらいから半分ね、ちょっとここで半分まで止めちゃいましょう。こういうやつで止めてもいいかもしれないね、まあ、絶対落ちてこないようにね。あんまりやると痛いからね。で、はい、したらこういって、まあ、ちょっと今シミュレーションしながらね。で、こっからこういうふうに上に行っちゃいますね。ここはね、行くんだけどちょっと仮止めね。ここはね、ちょっと見えてる？そんでもって、はい、ここね、ここの距離感ね、見えてる？ね、ちょっとここね、ここの幅も大事だからね、この幅ね。それからずっと一旦まっすぐ来るからね、これね。ここから一旦まっすぐ行って、で、ここの幅ね、ここ行ったら今度はここからこのぐらいね。だからこっからこうやって今度はこっち上にまっすぐ行くね、前髪に向かってね。まあ、この辺は一旦後でもう一回ブロッキングし直していいんだけどね。この辺までやった時点でダッカールで追いつ止めといて、また行ってもいいから、とりあえずじゃあここまでで行こうか。はい、じゃあこのぐらいまでね。まあ、斜めスライスね、はい、しっかりね、動かないように止めておくね。お客さんの顔に邪魔にならないようにね。で、こういうふうに垂れたところってね、ちょっと落っこってきちゃった。この一個は毛が多いかんね。で、こういうふうにこうなっちゃうともやりづらいからね、こういうふうにならないようにね、絶対にね、本当に。で、しっかり止めてね。あとこういうふうに、はい、こういうところもね、ちょっと今止めちゃうね。こういうところもね、垂れるともう垂れるとね、やりづらいからね、見えにくくなって。ちょっとこの一回ね、だからこういうところもきっちり止めてね、ここね。はい、わかる？そしたら、はい、まあ今ちょっと小さいアロンでいくけど、斜めスライスね。はい、まず最初はね、ここのラインに沿ってね、はい、こうやっていくね。ちょっと毛先傷んでね。で、まあこうやってアイロンかけるね、アイロンかけるね。まあ、できれば止めちゃった方が楽だよね。ちょっと絡まっちゃってるね。そしたらまた、はい、ちょっとこれね、ウィッグね、ちょっと高さとか椅子の高さ調整してね、はいね。したらここまたこうやってかけるね。したら押さえちゃってもいいんだよね。で、また、はい、次のとこね、はい。で、斜めスライスだとここをこうやって止めた時にね、ピッて止めやすいので、ここがね、こういうふうにね、上からね、だらんと下がりにくいからね。どうしてもね、横でやるとね、上の毛たくさんこう止めなきゃいけないから、一回一回ね。で、やっぱりだらっとここがね、垂れてきて、しっかり一回一回止めなきゃ仕事できなくなると、その一回一回しっかり止めなきゃいけないというのがね、意外と手間食うのよ。で、まあ、今抑えながらやってるけどね、まあ抑えながらやらなくてもいいけどね。まあ、こういうふうにやってね。で、アイロンかけて、はい、熱いからね、髪の毛触れないからね。で、こうやってかけてね。で、すぐにね、まあこうやってさ、一瞬だと熱くないからね。ね、こういうふうにいくとね、いちいちアイロンかけながらね。で、まあこの辺もね、まあ、ここね、ちゃんとブロッキングしておかないとね、あんまり狭いとね、一回かける量が狭いとね、もう一列かけなきゃいけないからね、と手間一緒だからね。
アイロンの幅っていうのをよく考えてね、こんだけ幅だけど、ここまではさすがに取らねえな。両端っていうのは意外と冷めてるからね、アイロンツーナーね。アイロンツーナーやっぱり真ん中が厚いのよ。あの確かね、5センチぐらいの長さのセラミックヒーターが入ってると思ったんだよね。やっぱり一番仕事するのはやっぱり真ん中辺ね、こういう風にかけてね。で、まあ止めとくと、止めとくと上、次取った時ね、あのまた2回取らなくて済むからね。で、やっぱり止めておかないでね、また無神経にね、こうやって次のやるとね、どれかけたんだっけって考えてるだけでその時間かかるからね。考えてるだけで時間かかっちゃうから、やっぱり止めておくと考えないで済むからね。で、まあこういうふうにね、どんどんいって、はいはい、ここまでかけてきたと、はいね、ここまでかけてきたと、したら今度ここね、ここはね、はい、ちょっと待って、一回こうなっちゃうとわけわかんなくしたね。ね、ちょっとこうやってちょっとバラしていこうね。したら、はい、今度は一旦ここは横に行くんだよね。一旦横に行ってから、見える？一旦横に行ってから、ちょっと今ウィッグやるね。ちょっと横に行ってから、横に行ってから、またこの辺までやったら、ね、ちょっと行ってこの辺までアイロンかけたら、まあ、大体もみあげぐらいまでアイロンかけるじゃない。もみあげぐらいまでこうアイロンかけるよね。もみあげぐらいまでアイロンかけるよね。もみあげぐらいまでアイロンかけたら、今度ここからこう上に上がってくるっていう感じ。これはもう髪の長さによって横にした方がいい場合もあるからね。でここからまたこうやって前髪の方に向かってくる。ここの幅は適当に調整してね、ちょっと幅が広いね。したらここまたこうやってどん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 お顔方の方に上がっていくと。でまあこの辺まで来たらどうするか、またその時の髪の長さの状況に応じて考えると。まあ斜めスライスね。あとはまあこの辺まで来たらね、横からやってってもいいけどね、横でやってってね。横ってのは意外と髪の毛みんな少ないからね、まあこうやって止めやすいんだよね。ウィッグは多いけどね。で横やる時も、はい、やっぱりかけ終わったらすぐこう止めちゃうっていうのが楽だよね。そうするともう一回触ったとこは触らないで済むから。ほんで横幅広くするなら広くするでね、2回分取るといいよね。今これ1回分だけどね、やっぱりひと手間減らそうと思ったら、あのこうやってね、2回分のダッカール取る、あ、2回分のブロッキングを取るっていうの、2回分ね。その時下はちょっと押さえといてね、ちょっと下こうやって押さえといて、はい、ダッカールで押さえておくと意外と楽なんだよね。で癖つくかったらつかねえんだよこれ、意外とね、不思議なもんでね。で2回分一度に取っちゃうとね、手間が一つ減るよね。まあ2回分一つ取るとね、まあこうやってアイロンかけると、でこれ終わったらその横のこれをかけるとね、2回分ね。でかけ終わったら、はい、ダッカールで止めとくね。かけ終わったらダッカールで止めとくね。ちょっともうぐちゃぐちゃになっちゃったけどね、はい。そして2回分取るね。1回分だとやっぱりどうしてもね、1回分だからね、と2回分、一度に2回分取るだけで一手間減るからね、はい、2回分取るね。まあ、横スライスで毛が少ないショートの方なんか後ろやるときもやっぱり2回分取るとかやるからね。1回のスライスで2回分取る。そんで一手間減らすってことだよね。まあどうやってかけようと自由だけどね。うん。どうやってかけようと自由だけど、まあ疲れないようにね、一手間減らすことで100回ぐらいアイロンかけるんだったらね、5秒減れば500秒減るからね。500秒だと約8分ぐらいの短縮になるよね。はい。